この風車塔を見るとふるさとに帰ってきたって気がするな。そうだね、親子風車あってこそのブルールだもんね。それじゃあ私はこれで失礼します。帝国軍が近づいているようなので気をつけて。かわいい、すごくね、嫁にしたいちゃい。気持ち悪いね、俺はね。うん、俺は気持ち悪いんだ。イサラ、疎開の準備は進んでる？はい、日用品以外の荷造りは済んでいます。帝国軍が近づいているようだから、日が暮れる前にはブルールを立とう。マーサさん、兄さんが帰ってきました。お帰りなさいませ、ウェルキン坊ちゃん。マーサさん、坊ちゃんはないだろう。僕はもう22歳になるんだよ。それに走ったら危ないよ、もうすぐ赤ちゃんが生まれるんだろ。走ったってすぐ生まれたりしませんよ。ほほほ、産みすぎだろ、子沢山だね。こんにちは、あのウェルキンいますか？あれ、アリシアじゃないか。どうかしたの？さっきのお詫びにと思って。はい、これどうぞ。え、もらっちゃっていいの？私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。保存食用の硬いパンだからちゃんと調理して食べてね。私の手作りだから味は保証するよ。すっごく美味しいんだから。ありがとう。まあ中に入ってよ。めっちゃイチャイチャしとるね。これ出会って10分くらいしか経ってないでしょ。そんなことがあったんですか、坊ちゃん。大変でしたね。それにしても可愛いお嬢さんだこと。坊ちゃんも隅に置けませんね。え、そんなんじゃないよ。アリシアには危ないところを助けてもらったんだ。そうなんです、それに私たち知り合ったばかりですから、これからお友達になれたらいいなって思ってます。そうでしたの、坊ちゃんをよろしくお願いしますね。おいおい、マーサさん、だから坊ちゃんはないだろう。あの壁にかかっているのはギュンター将軍の写真？わお、すごいかっこいいね。それは僕が生まれる前の写真だね。どっちなんだよ。おそらく右だと思う。将軍だからね。お父さんね。あれ、将軍の隣に写ってる方は？私の父、テイマーです。父は技師で将軍の戦車を設計していました。え、でもイサラさんって将軍の娘さんじゃ。両親は私を産んですぐに事故で他界しました。一人残された私を将軍は養女に迎え入れてくださったのです。うん、だから僕とイサラは血のつながらない兄弟になるんだよ。立ち入ったことを聞いちゃったかな。いいえ、気にしないでください。二人とも私の大切な父ですから。そっか、そうだよね。あ、もうこんな時間、私そろそろ失礼しますね。
兄さん、アリシアさんを送ってあげてください。残っている荷物は私たちがまとめておきますから。ありがとう。じゃあアリシアを送ってくるよ。ごちそうさまでした。それじゃあ失礼します。おう、次のエピソード来たね。よっしゃ、じゃあこれ見ていこう。この通りもだいぶ寂しくなってしまったね。帝国との緊張が高まってからほとんどの人がブルールを離れちゃったんだ。ブルールから人がいなくなるのは寂しいことだけど、いつかみんなが安心してふるさとに帰れるように私たち自警団がブルールを守らなくちゃね。うん。ウェルキンはお父さんのように軍人にはならないの？うん、僕は軍人ではなく教師になりたいと思っているんだ。え、そうなの？小さな頃から動物や昆虫、草花が好きでさ、自然からはたくさんのことを教わったよ。父は軍人としてこの国を守った。でも僕は軍人としてではなく、僕なりのやり方でこの国を守りたいんだ。ウェルキンなりのやり方？うん。なんだろう、気になるな。わお、なーに？何の音？この音。風車が。アリシア隊長、帝国軍の奇襲です。敵部隊が町の中に侵入してきた模様です。待機中の自警団員を緊急招集して、ここは私たちで食い止めましょう。敵は風車塔広場にいるようだ。僕も手伝うよ。メルキン、ありがとう。さあ行きましょう。じゃあ戦い来たね。よし、これだ。それでは作戦を説明します。 OK。 ほぼ広場全体を制圧しています。マジかいな。我々はこの地点より出撃。敵リーダーの撃破。オッケーオッケーオッケー。敵リーダーは広場にいるものと思われます。敵は建物の陰隠れて可能性がある。うわ、そらめんどくさいな。うん。あ、コマンド上に表、モード上に表示されないんだね。しゃ、勝利条件は敵リーダーの撃破、敗北条件はウェルキン、そして、アリシアの死亡、そして20ターン経過でアウトだね。これより作戦を開始します。みんな、私たちでブルールを守りましょう。当たり前ですよ、守っていかないとね。シャイクルー、カモンプレアヒョウト。これより風車塔広場にいる帝国軍を攻撃します。目的は敵部隊の隊長を倒すこと。隊長を倒せば指揮系統が乱れて町の人たちが避難する時間を稼げるかもしれない。わかった、気をつけていこう。ちょっといい？おお。今から説明することをよく聞いて。耳の穴かっぽじって聞きますよ。
ダメージについて。手から打ったダメージは次のターンになると一定量自然回復します。あ、自動回復ね。マジか。大きなダメージを負ってしまった場合は無理をに進撃せず HP の回復に努めましょう。敵からの攻撃を受け HP が0になってしまうとそのユニットは瀕死状態になります。この戦いでは瀕死状態になったユニットは助けることはできません。HP が0にならないように注意してください。わかりましたよ。さあ来たよ。うわ、敵めっちゃおるな。隊長はだから広場のとこいるんだよな。まあ、とりあえずこの周りの、まずは雑魚、倒していこうかな。じゃあ行こう。ウェルキー。えい。行動開始する。ゴー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 。の、どのの後ろに隠れて。じゃ、ゴー。ヘッドショット、ヘッドショット。オッケー、ゴー。だ、今外れたね。え、ほとんど外れたんですけど。ヘッドショットできず。あかん。もうこれ追えないと。うん。ちょっと待って、しゃがんで置いた方がいいんじゃないか。まあいいか。立ったまま置いちゃったわ。はい、アリシア。次、アリシア行こう。いや、アリシアじゃなくていいか。ウェルキー動かそうか、また。オッケー、とりあえずこいつ倒したいわ。カモ。お前だ。はい、ゴー。レッツゴー。イエーイ、ナイスショット。気持ちいいね。よし。めっちゃガッツポーズ。ゴー。ウェルキ。で、しゃがむ。しゃがんで、このターンも終わりでオッケーだ。で、またウェルキー動かそうか。はい、ウェルキー。行動開始する。そうだ、行動開始しておくれ。あの野郎。はい、ゴー。当たれ。全然当たらねえ。嘘だろ。わあ。あ、の、痛い、すごく痛い。もうこのターン終わるしかないよね。ダメだ。全然当たらなかった。あいつしゃがんでるから攻撃当たんねえんだよな。フェーズ終了ですよ。もう何もできることはないよ。相手のターン来たね。うわ、多いな、数。うわ、めっちゃ来るよ、これ。痛い。ウェルキンだけ戦闘に生かしたの失敗かな。大丈夫かな。反撃。いいね、ナイスショット。なんで反撃の場合だとめっちゃ当たるんだよ。こっちが普通に攻撃した場合全然当たらなかったのね。痛い。ウェルキン大丈夫？反撃。やられたらやり返せ。ナイスショット。うん。また相手のターンか。しつこく来るね。うわ、あんな距離か当てんの？はい、ゴー。おほほほほ、すごいダメージ。めっちゃ効いてるね。あとちょっと。おっしゃ、19残った。中途半端残ったな、腹立つな。よっしゃ、こっちのターン来たよ、ボケ！行ったるで！ウェルキン一体でも攻めたるで！とりあえず目の前にいるザコを倒そう。めっちゃ撃ってくるな、こいつ。なんだこいつ。はい、ゴー。よし。倒せねえの？嘘だろ？しゃがんでるからダメなのかな？立って攻撃しようか。ちょっと待って。ウェルキンがなんか弱い感じがする。ウェルキンのせいじゃないのに。ちょっとアリシア連れてこよう。このままだとちょっとまずいね。完全蜂の巣にされるわ。行こう、ゴー。めっちゃ撃ってきてんだけど。何この子。はい、行こう。こいつだ。お前死んでまえ、バカタレ。イエス。ようやく倒したよ。よかった。ゴー。ほんでしゃがんで、このターンは終了。イエー。で、また、アリシアで。行こう。あなたの出番ですよ。そうですよ。あのの行動終了してどうすんのよ。立って。操作まだ慣れてないからね。行こう、ヘッドショット行こう。イエース、ナイス。3人目。ふぅ、倒した。ゴー。発見した。の、しゃがんで。このターン終わり。オッケー。じゃあ、フェーズ終了。もういいですよ。終わりで。うわ、多いな。腕。あとちょっとしか残ってない。2位残る？なんその中途半端な2位。2位なんてもう死んでるようなもんでしょう。死んで前、ドカーン、英雄。バカだね、あんた。隠れなさいよ。相手の敵全部倒したんじゃないか？もういないね。もうあとは隊長だけでしょ、これ。ゴー。じゃあ、アリシアで攻めようか。私の出番ね。あなたの出番ですよ。よっ。何してんの？もう、操作ミスが多い。広場に敵はいるって言ってた。隊長はいるって言ってたよね。どこだ、あそこにいたのね。気づかなかったわ。あれ、隊長じゃないな。まあいい。はい。しゃがんでるから攻撃が全然当たらない。の。もうこのターン終わりでいい。はい、しゃがんで。はい、終わり。めっちゃ撃ってくるね、こいつ。で、ウェルキンも連れてこよう。もうこの二人で頑張れば。ヒロインと、主人公でね。ウェルキン立って、走って。アリシアいるよ。あそこいるよ。苦しんでるよ。すごく撃たれてるよ。なんじゃお前。めっちゃ撃ってくるな、ボケ。ほら、
ほら、ほら、ほら。もう6なんて死んだようなもんでしょう。6で死ななかったら何で死ぬのよ。中途半端に残るのやめてくれませんかね、シャックから。おかしいと思いますよ、僕は。なんなの、6残るシステム。絶対1桁残るよね。腹立つわ、ここまで来たら。死んでまい、バカタレ。ヘッドショットじゃボケ。よっしゃ。何？パリンってなんか割れたね、今。あ、これ隊長だったの？あ、終わった？おい。まさか。わお！戦車じゃないか。恐ろしいもん出てきたぞ。なんか後ろバチバチ言うとるし。わーお、二人死亡だ。本格的なもん出してきたぞこいつ。やべえな。人で苦戦してるやつがこれ戦車倒せるか。ねえ、嘘でしょ、これ破壊すんの。やばいよ、来たよ。まあ、食らってない食らってない。だってこれ装甲車用のあれじゃないもん、銃じゃないもん。全然食らってないよ。弾き返されてるもんね。アリシャ撃つのやめた方がいいと思うわ。あ、後ろだと今ダメージ効いたね。あの後ろの部分やればいいのか。はっ、何これ、一発ですげえダメージ食らったんだけど。え、何これ、え、絶対倒せなくない？絶対やられるよね。後ろの部分攻撃すれば少々ダメージは食らってるけど。また撃ってくるよね。うん。よっしゃ、終わった終わった。ウェルキー、戦車。どうすんのこれ。戦車見たとわかるよ。まずいな。そうだよね。対人にはいいんだけど、戦車には食らわない武器を食らってるから、使ってるからね。悔しいけど。わお、逃げるのか。メルキー、この大通りから東の路地に抜けて、そこなら戦車も追ってこられないはずだから。オッケー。あと、なるべく障害物に隠れながら移動してね。戦車の砲撃をまともに食らったらおしまいよ。おお、来たよ。変わったね、条件が。目的地点へのウェルキンの到達。死亡、敗北条件はウェルキン、アリシアの死亡20ターン経過だね。うわ、あそこ行くのか。障害物に隠れながら行けって言ってたな。し、行こう。もう操作するキャラクターはウェルキンだけでいいんで。あ、こっち行けない。のの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 。すごく行くよ。すごく行くよ。とりあえず、とりあえずしゃがもう。え？で、ここ一旦終わって。え、こっちで合ってるっけ？マップちゃんと見、あ、合ってる合ってる。こっち来て、ほんで次またウェルキン移動して、ここから、あ、でも敵いるしな。ゴリ押しで行けるかな。ゴリ押しで行くしかない。ここ家あるのが厄介だね。で、戦士、うわ、これうぜえわ。めっちゃダメージ食らってるし。うわ、やばい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 。うわ、これ先行って倒しとくべきだったね。失敗したわ。もうゴリ押しで行こうか、ここは。うわ、ダメだ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 。いけるか、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 どん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 。よし、来た！あー、無理！体力残り15だよ！これちゃんと、やっときゃよかった。最初、アリシアか、時系なんで、周りの雑魚倒しとくべきだったね。悔しいけど、戦車まで出てきたんじゃ、とても街は守りきれない。こうなったら、町の人を一人でも多く脱出させましょう。大通りの門で敵を食い止めてみる。少しでも脱出する時間を稼げるように。わかった。それじゃあ僕は家に戻って、イサラとマーサさんを連れてくる。気をつけてね、ベルキー。おお、終わったね。ランクは B ランクですよね。あんだけダメージ食らったらそりゃそうなるでしょう。いや、失敗したわ。残る15クリアできたことが奇跡に近いよ、みんな。本当にね、ご利用者は良くないね、かと思いますよ。戦車来たらもうしゃあないもんね。お、第2章来たね。OK、わかりました。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。新しいエピソード第2章がまた、
来ましたね。次回の実況で第2章をプレイしていく予定なので、次回もお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。